はい、こんにちは。さあ、PL、まあ、春夏連覇するわけだけど、夏、俺忘れもしないけど、人殺すんじゃないかっていうような感じの打席の顔だったの。こいつ気合い入ってんなっていうのが俺はものすごく印象がある。いや、そこに行くまでにですね、秋1年生の時、これピッチャーの党員の今中いるでしょ。ああ、いる。先発のスタメン外されたのぐらい打てなかったんですよ。先発1回戦8番ファーストですよ、8番その時にどうやって復活したかっていうね、そんな話はやっぱりそれが一番大事なんですけど、ね、夏行きましたけど、また秋に戻りますね、うん、戻っていいよ。で、近畿大会ベストで負けました。で、PL の両団に規制がクリスマスぐらいなんですよ。でちょうど11月の中ぐらいに終わったんで、同部屋で初音がね、トップを積もうとか感謝の気持ち持たなあかんねんって落ち葉ってするだったんですよ。僕はその時に、なんか、あーみたいな思ったの。いや、思って、あかんねん、落ち葉って言うって、お前落ち葉吐きみたいな感じじゃないですか。落ち葉吐き、朝5時半から落ち葉吐きが出たんですよ。この辰巳がですよ、想像できないでしょ。ちょっと落ち葉吐くタイプしちゃうじゃないですか。全然な、落ち葉巻くタイプかもわからないな。本当僕がおお。いや、ちょっと待って、それなんで落ち葉吐きやってったの。やっぱりこうちょっと打てなくてもやもやしたんで、ああ新鮮な気持ちを取り戻そうというね、まあそういうトップを積みなさいって教えがあったんで、2人で始めようって言ったの。そうです、そうです。チーム全員じゃなくて、はい、同じ部屋やったら、ね、俺はもう最初は嫌々ですから起きないですよね、まずね。ケツ蹴る蹴るもん、うそーって蹴って痛いなー言うてこっち優しい起こせやとか言ってね、ほんでゴミ袋な2つ3つ持って行って2人で落ち葉吐くわけですよ。吐いても吐いても降ってくる落ち葉、ね、まあそらそうだ、だから落ち葉って言ってるね。いや、まあそこはいい。ほんでね、まあ3日ぐらいはね、ルーデルの履いても履いても落ちてくるし減らへんしみたいなんやけど、これがいつかたち週間経つとね、一生懸命履くのあるってくるわけですよ。それを PL でいう無の境地って言うんですよ。それで無の境地入った、ね、無の境地入った入った。でこういうやっぱり邪念というか、うん、欲とか自分のやっぱりこの癖とかね、やっぱりこういう気持ちで打席に入らなきゃいけないっていうことを辰巳とともに学んだんです。それはやっぱり生きた、いや間違いなくね。これまた神様いると思ったのは、これ1ヶ月半規制までやったわけですよ、選抜の1回戦ね。後にあの広島カープに2位指名される西日本短大で優勝候補ですもん、うん、誰がいた。石抜きですよ。いや石抜きね、これであれを抽選くじ引いた時みんなにお前って考えてくれって忘れもね、PL 役員7番かなんだよな。大会第2日の第1試合ですよ。でも後々考えたらあれ第1試合で良かったんですよ、5回以降ノーヒットですよ。だからあれ第1回戦でじゃなく、もしくは午後からのゲームやったら、あれ朝8時からのゲームやったんですよ。で気温が低かったんですよ。で石抜きが調子出る前に打ったんでしょうね。でも忘れもせんポンポンと追い込まれて3球目もう訳も分からずポンと振ったらレフトを打ったんですよ。まあ、その時分かりませんけど、今考えたらやっぱり落ち葉吐いた、ああいうことを神様が見てくれたら呪ってるんですか。いや、そこ結びつけないとその落ち葉吐きが何にもならんもんな。いやいや、でもそれはあると思うよ。あるよね、まあ、あるよねじゃない。いやいや、まあ、心が鍛えられたよね、要するに、ね、あ、まあまあ確かにな、はい、それ決め事をしっかりやっていくっていう心の強さ、ね、僕なんていうのは全くね、そういうな発想がなかったけど、辰巳キャプテンとしてね、あ、ダンファーとも落ち葉吐け、一緒に吐くぞみたいなことを言うてくれたことが、朝だいぶ蹴られたけどね。あれと思ったけどな、最初。いや、その発想がなかったですよ、その落ち葉吐き。落ち葉みたいな。だからね、それからやっぱ試合前にね、朝早起きて、草抜きしたりね、そういうことをゴミ拾いしたりはやりましたよ。まあいいことだよね。そうね、今なかなかそういうことないですもんね。まあないね。でも一緒にやってくれて、やっぱりそれがものすごいやっぱ思い出ですね。まあ、大阪桐蔭とかさ、甲子園出てその泊まってる旅館の周りをきれいにするとか、いろいろなんか報道があるじゃん。だまあそれにやっぱ近いよね、僕を積むという、ね、でも今甲子園大会って全チーム宿舎泊まらないといけないでしょ、うん、でね、当時自分たち寮からいてたんですよね、まだ。それは許されてた、許されたんですよ。それはどうだった。いや、まあたまには旅館泊まりたかったですけどね。まあそうだ、でも今考えても有利だよな。ついて普段の環境のまま試合に行けるというのね。で夏優勝すると。
し、夏もまあ大阪予選が一番苦しかったですけど、春優勝したチームがね、47都道府県の最後で決まったんですよ、優勝が。それもかっこよすぎるでしょ。それもサヨナラ勝ちだったんですね。1対0ですわ。誰が相手、近代近代ね、誰が来ちゃう、門脇ってめっちゃいたんですけど、最後覚えてるね、最後まで0対0ですよ、8回まで。で、9回ウワンバッターで最終回も2台だったんですよ。で、マウンドアップで頑張ろうって次ファーストゴロ打ったんですよ。僕一歩も動けませんでしたよ。もう全身グラブみたいな形だったんですよ。一歩も動けませんでした。金縛りになって思ってでっかいグラブやね。でかすぎるだ。ほんならうまいことも鎖骨のしこの鎖骨の背中ってね、前にポッと落ちたんですよ。あれもうあと何センチ上やったらヒットですよ。あれも落ち葉吐きのわけですよ。引いてるね。でもそれをもうむしり取ってボールを全力でフォアスベース踏みましたよ。ほんで最終回辰巳からです。で辰巳が倒れてそこから4連打されたんですよ。辰巳倒れた、辰巳倒れたセカンドゴロ。言わなくてもいいじゃないですか。なんでそこで辰巳から始まったんですよ。始まった、ね、この回なんとかせなあかんっていうふうなね。で最後野村がセンター前打って僕がサヨナラのホームインです。嬉しかったですね。やっぱり選抜はあの連絡来ますけど、夏はやっぱり本当に勝って甲子園っていうね。まあそうだな、嬉しかったね。いや大阪大会で戦う方がプレッシャーあったんですよ、うん、でもさ、例えばね、そういう試合の中でタッツァンが一番甲子園出た中での1試合を挙げるとしたら何？甲子園出た中でのですか？出た中で1試合を挙げるとしたら何戦？それ甲子園大会も含めてですか？まあ大会も含めてもいい。やっぱりね、夏の大会の事実上のその決勝戦と言われた帝京ですね。あ、芝草。はい。あ、結構これ、まあ、話出てるあれかもしれないですけど、当時、まあ、高校生としてフォークボールみたいなね、高投手で、奇数偶数で変化球とまっすぐ狙えっていう、中村監督のそういう。奇数偶数どういう、どういう打順ですか？ 1、3、5、9目、はい、が、打順ね。打順でね。ああ、打順でね。で、変化球を狙えと。はい。で、偶数はまっすぐ、偶数はまっすぐ狙えというあれで、僕が初回にカーブを見事にホームランを打ったわけですよ。あんまり監督はそう指示されないんですか？あんまりなかなかこれね、ないじゃないですか、まあ、それが詰まったままって。珍しい指示だ ね、まさかのもう12対5です。12対5前半からもう大量得点ですよ。ちょ、芝草は、まあ、あの夏の大会はノーヒットもしますしね、選抜も準々決勝でサヨナラ勝ちしててね、ベスト4のうち3校が関東ですよ。上層、帝京、東亜ですよ。川島健がいてね、島田直也がいてね。私、あの川島健の今っていうのを取材を受けた。アンチョギしてます？広島ドラフト1で川島っていう、もう高校生の時からもう出来上がったピッチャーですよ。かった。フォームも綺麗だし、対戦はしてないんですけど糸を引くようなね。今の言った全日本でね、僕アメリカ遠征行かしてもらったんですよ。抜群だったな。全く打たれなかったですよ。コントロールもいいし、これがでもプロ入ってね、まあ、あんまりバントしなかったっていうのが、そこまで本当わからないですよね。でも帝京戦がやっぱ芝草というよりも帝京戦、芝草との対戦で、春もね、サヨナラ勝ちで勝ったんですけど、帝京に、はい、一対でね、あの一応で三対に、三対お前よく覚えてんな。あのお前それ最後ホームベース踏んだお前で。あ、そうやね。長谷川が長谷川前ね、あっちゃんも一試合あげる。だから帝京ですよ。やっぱ俺やっぱりね、帝京とか東京に負けられへんっていうのは当時気持ちですよね。関東に負けられへんみたいな。勢力図から言うと今大阪だけど、当時はやっぱり関東の方が強かった。いやいやいや、そのこと僕らの前も天理やし、その前も PL やし、 あと池田高校とか、だからやっぱなんか当時は東京に負けたらあかんみたいなね。でその帝京と、まあ、がっぷりやって言われてたんですよ。当時僕ら分からへんかったけど、ハンディが帝京から出てたっちゅうんですよ。後ろでおっさんがこれ 1.5 とかなんか言ってるんですよ。何かな思った。帝京からハンディ取るどう言ったから、あ、これが野球東北なんて今思うんですよ。今ね、いや野村も言ってたよ、新幹線の中でなんか変な人に、いや、儲けさせてもらったわ、言うて。おかしそうやんな。あの僕らが野球引退して、みなみなんか言ったら、おー、辰巳君、ありがとうとかいうおっちゃん、父さんいましたよ。あ、そう。当時意味分からへんかったからね。だいぶ儲けさせちゃったな、思いながらね。なるほどね。まあ、でも見事に夏の大会甲子園で最高打率ですよ。どのぐらい打ったの？僕から。顔が変わったね、今。5割なんか打ったね。23の13ですよ。
それ記録なの。いえ、あ、大会のアンダーは13本が最高です。僕予選もね、6割5分打ったんですよ。すごいね。あ、まこれな、ラッキー補欠ですよ。ほぼ補欠っぽいね。で、出てもあれでしょ、8番パンスでしょ。でもそれはね、やっぱ中村監督が石抜きっていう左対左の時が今中の時外れたわけですよ。それはやっぱ選抜の1回戦で8番でも使っていただいたわけですよ。当時やっぱり中村監督もなんか波小戦、甲子園とかで波小戦ってそんなのしたんですね。その話をしてくださって、やっぱりなんかこう頑張るんだみたいなね、ことを教えてくださったんです。いや、俺締めとしたら落ち葉をちょっと言ってほしかったな。落ち葉吐きがあったから。いや、まあそれ締めるのは僕が締めますから